はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回は僕のデスクツアーをやっていきたいと思います。僕はですね、2年前ぐらいからデスク環境を構築し始めて、コツ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 いろんなガジェットをね集めて、ようやくねこの状況までやってきました。まあ普通の人がですね、部屋に入ってきてこのデスクを見たら、まあ引くレベルだと思います。大学でね、友達から飲み会に誘われても、デスクにお金をつぎ込むために飲みの誘いを断り続けてきた僕がですね、2年間かけて作ったデスクをご紹介していきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、まず最初にね、デスクから紹介していきたいと思います。使っているデスクは自作したものになっておりまして、天板は丸作砂糖製材とフレキシスポットの電動昇降式の足を組み合わせたものになります。天板自体は杉の木材を使っていまして、まあ憧れのね一枚板の木ということで、すごくね愛着が湧いてずっとね使用しております。天板の大きさは横が162センチぐらい、奥行きが55センチぐらいですね。まあ自分のデスクを持たれてる方だったら、奥行き55センチのデスクって、まあ、めちゃくちゃ狭いんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、確かにですね、一般的な奥行き70センチのデスクとかと比べるとだいぶね奥行きは狭くて、まあ、どちらかというとですね、まあ、デスクというよりかは、まあ、カウンターみたいな感覚に近いと思うんですけど、個人的にはですね、55センチの奥行きでも十分ね普段使いはできてます。まあ、ただですね、55センチの奥行きのデスクの上にモニターのスタンドとかを置いちゃうとね、モニターと目の距離が近くなってしまいますので、まあ、後から紹介するねモニターアームなんかは奥行きの狭いデスクには必須かなと思います。で、昇降式の足に関してなんですけれども、昇降式の足は、まあ、ほとんど使ってません。まあ、実際にこういう風に昇降はするんですけれども、立ってね実際に作業するのは年に1回か2回ぐらいのペースかなと思ってます。普段は天板の高さが71センチになるようにしていつもね使用しております。で、この電動昇降式の足をなんで使用してるかっていうと、まず電動昇降式の足ってめちゃくちゃ頑丈なんですよ。その上下に耐えられるだけの耐久性がありますので、こんだけねがっつりデスクのセットアップを組んでも全然ね、まあ、揺れとかはないんですよね。なので頑丈な足っていうところと、あとは配線整理とかするときにね、まあ、ちょっとデスクの天板上げたいなっていうときに上げると、すごくね配線整理がやりやすくなりますので、立って作業するよりかは他のね、まあ、デスクを組み替えるとか構築するみたいな部分ですごくね役立ってくれている電動昇降式の足となっております。はい、ということでデスクの全体像を写していきたいと思います。こんな感じでございます。いかがでしょうか。まあ、なかなかですね迫力のあるデスク周りなんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。ぐるっと一周すると、はい、こんな感じ。まず一番上にあるこちらのモニター2枚ですね。片方が34インチのウルトラワイドのモニターになっておりまして、 Xiaomi の 144Hz 出るウルトラワイドモニターになっています。これで基本的に動画編集の作業とかは行っていますね。で、ウルトラワイドモニター何がいいかっていうと、動画編集とかするときにねタイムラインがバーッと横に流れて見えますので、それがねすごく便利です。で、左側にあるのが BenQ さんから前にご提供いただいた PD2725U という 4K モニターでございます。これはもうガチクリエイティブ用のモニターになっているので、写真編集だったり、あとは動画のカラーグレーディングなんかは全てねこのモニターを使ってやっております。もうこれねマジでめちゃくちゃいいので、ぜひね個別のレビュー動画見てみてください。で、ウルトラワイドモニターの上側にはこんな感じで、こちらも BenQ さんのスクリーンバーハローという商品になっておりまして、はい、こういうねリモコンがついているんですけど、このリモコンを使って操作します。はい、一回押すと前側だけついたり後ろ側だけついたり、でさらに光量もダイヤルで調節できて、色温度なんかもダイヤルで調節することができます。これもマジでめちゃくちゃ便利なのでずっと使ってますね。で、さらにこのね大きなモニターを取り付けてるのが、はい、端っこにあるこちらのモニターアームですね。Amazon Basic のモニターアームを使用しております。これもですねずっとお気に入りで、このモニターを導入してからずっと使ってますね。で、モニターアームの横ねよく見てもらえればわかると思うんですけど、こんな感じでねケーブルスリーブっていうものを使用してます。本当はねもっと HDMI とか電源ケーブルとか、あとはモニターの裏側にですね、はい、マグネットでねこんな感じでタイプ C ケーブルとかも取り付けてるんですよ。いっぱい配線がねごちゃごちゃになってしまうんですけれども、このケーブルスリーブを使うことで1本でまとめることができます。この1本の太いケーブルだったらね、まあ、そんなに
悪目立ちしませんし、まあ、すごくねスタイリッシュに見えるので、このケーブルスリーブはねすごくおすすめです。でさらにデスクの左側に行くとこんな感じでマイクアームがあります。こちらはですねエルガトから出ているマイクアームなんですけど、普通のマイクアームだったら上からこういう感じでマイクが降りてくると思うんですけど、このエルガトのマイクアームは低いんですよね。こんな感じで低いところからスタートして、こんな感じでマイクを使用できますので、普通のマイクアームだったらこんな感じでマイクと画面が重なってしまう可能性があるんですけど、このエルガトのマイクアームだったらこんな感じでディスプレイと重なることがありませんので、画面がねすごく見やすくなります。これはね導入してよかったですね。で使っているマイクに関してなんですけれども、 Shure の MV7 というマイクを使用しております。これもですねずっと前から気に入って使っているダイナミックマイクになってまして、僕の声だけをね集中的に拾ってくれるので、普段のね Amazon セールの商品紹介動画とかはこのねマイクを使って撮ってますね。はい、で言うの忘れてたんですけど、はい、こちら椅子ですね。使用している椅子に関してはハーマンミラーのエンボディチェアというものを使用してます。これに関しても1年前ぐらいからずっと使ってまして、すごくね座り心地もいいですし、あとはですね座ってる時の姿勢が良くなった気がしますので、これもねずっと使ってますね。これに関してはね個別でレビュー動画も上げておりますので、よかったらそちらも見てみてください。このね背面のゴツゴツとした感じとかめちゃくちゃかっこいいですよね。まあ本当にね椅子の王様だと思います。そして先ほど紹介した BenQ のモニターなんですけれども、はい、これの裏側ですね。はい、ちょっと分かりにくいんですけど、ここにね Nintendo Switch が置いてます。これどうやって取り付けてるかっていうと、裏側にですねベサ規格のマウントアダプターを取り付けて、こんな感じでねモニターの裏側に Nintendo Switch を設置してます。これねもう Nintendo Switch の場所も取りませんし、すごくスタイリッシュにね収納できますのでおすすめです。でこのね真ん中の高いポールですね、これ何のためにあるのかっていうと、ここの上にねカメラを取り付けれるようになってます。はい、こんな感じですね。上側からこんな感じでカメラを取り付けて俯瞰撮影できるようになってます。まあ普通だったら望遠レンズとかをつけてもうちょっとズームしてねこんな感じで撮ってます。このねシステムもすごくね使いやすいのでおすすめですね。まあ、使ってる商品に関しては、まあ、テロップとかね概要欄に出てると思います。でさらにそのアームの下にあるのが僕が作ったねモニターアーム棚でございます。モニターアーム棚ってどういうものかっていうと、モニターアームがこんな感じでついていまして、その上にですね木の天板を設置しています。これを使用することで棚をねこんな感じで移動させることもできますし、あとは昇降式デスクですので、デスクと一緒にこの棚が上がってくれるんですよね。まあ、なので壁に穴を開けずに棚を設置できるという、まあ、ちょっとね自信作でございます。でこのモニターアーム棚に関してはちょっと今後ね嬉しいお知らせがありますので、よかったらねチャンネル登録して待っておいてください。でそのモニターアーム棚の上に取り付けてるのが BOSE のサウンドバーですね。うわめっちゃ埃溜まってるやん、やば。この BOSE のサウンドバーは、はい、こんな感じで裏側で電源と光デジタルのケーブルがつながっていまして、この光デジタルのケーブルを伝って下に行って下に行って下に行ってパソコンにつながってます。このサウンドバーねすごく音質もいいですし、あとは迫力がねすごいのでずっとねお気に入りで使用しております。サウンドバーとかねここのデスクの下に置いちゃうと、もうスペースがね全然なくなると思うんですけれども、このモニターアーム棚があることによってサウンドバーもしっかりと設置することができてます。で使っているデバイスに関してですね、はい、まずキーボードに関してはこちらですね、ロジクールの MX キーズミニというものをずっと使用しております。こんな感じですごくコンパクト、 75% ぐらいのサイズ感で、あとカラーもね白色ですごくかっこいいですよね。これもねレビューしてからずっと一軍で使用しております。まあ、ゲーミングには向きませんので、ゲーミング用のね新しいキーボードはちょっと欲しいなと思ってます。で右側に行くとロジクールのねマウスとマウスパッドが置いています。このロジクールのマウスが G Pro というマウスになってまして、すごくね軽量なんですよね。軽い、とにかく軽いので、こんな感じでマウスをブンブン振り回しても腕のね負担が少ないです。でこれ一応ねワイヤレスマウスになってるんですけど、充電がねマイクロ USB なんですよ。絶滅危惧種のマイクロ USB が使用されてるということで、まあ、このデスク周りにはねマイクロ USB のケーブルなんてないんですよね。なのでこのマウスパッドを使用しております。こちらがですねパワープレイかな、ロジクールのワイヤレスマウスパッドになっていまして、マウスの裏側にこの小型の充電器を取り付けるだけで、このマウスをマウスパッドの上に置けばマウスが自動で充電されます。はい、この G の下のこのライトが点灯してる時に充電されているっていうマークになってます。これ
これもねちょっと2つ合わせて購入するとすごく高いんですけど、マウスをね充電する必要がなくなりますので、これねすごくおすすめです。でさらにそのまま右側見ていくと、僕がね普段使用している配信機材だったり充電機器があります。カメラはですねいつも FX3 を使ってるんですけれども、今回はですねソニーの α7C を置いてみました。まあ、普段ここにカメラを置いて、はい、ここに座って YouTube を撮影してるっていう感じですね。でさらに下側には M1 の MacBook Air がありまして、モフトのねアクセサリーもつけてます。はい、このモフトのねアクセサリーがあれば、はい、こんな感じで iPhone をマグセーフで設置することができるんですよ。まあ、普段からねずっとこの状態で使用しているわけではないんですけど、まあ、新幹線の中とかね、まあ、スペースが狭いところでこのねモフトのアクセサリーすごく役立ちますので、これね MacBook 使用してる方とか iPhone 使用してる方にはおすすめですね。で M1 の MacBook Air に関してはすごくね、まあ、スペックも十分ですし、動画編集もねこれでもちろん十分できるんですけど、まあ、このね MacBook Air のデザインよりかは最近のね Pro とか M2 MacBook Air のデザインの方が僕は好きなので、次のねプロになったらこの MacBook Air は買い替えたいなと思ってます。でさらにねデスクの奥側にはこんな感じでベルキンの 3-in-1 のチャージングステーションが置いてます。ここに僕が使っているこちらの Apple Watch のウルトラと AirPods Pro とあと iPhone を全て充電できるスペースがありますので、全部充電してるっていう感じですね。であとは今こんな感じで上側を照らしてくれてるんですけど、照明はねこの2つを使用しております。ゴドックスの SL60W っていう照明と、あとそこにライトドームでアプチャーのライトドームミニ2を使用しております。まあ、ライトに関してはそろそろね、まあ、120W とかもうちょっと高出力なものに変えてもいいかなと思ってます。ということでデスク周りザザッと紹介してきたんですけれども、まだまだね下側がありますので下側見ていきたいと思います。はい、下側にはねこんな感じでまずトレイがあります。大新工業さんからいただいたトレイをね僕はずっと使用してます。これ商品化にはなってないと思うので、まあ、山崎実業さんとかからね購入するのがいいと思うんですけれども、このトレイをねずっと使用してます。でこのトレイの中に入っているものなんですけど、はい、こんな感じでねメモ用品だったり、でさらにはこんな感じのねレザーポーチも入れてます。でこのポーチがですねアソっていうメーカーのレイヤーポーチカラーという商品なんですけど、これもね企業さんから送っていただきまして、よかったらね使用してみてくださいっていうところでね送っていただきました。これ別にね絶対動画にしてくださいって言われたわけじゃないんですけど、普通にもらってすごくね使い勝手良かったので今回ね紹介しておきたいと思います。まあ、こんな感じで中側もねしっかりレザー使われてますし、あとはこういうねバンドもありますので、例えばこういうケーブルがあればこのケーブルをですねポーチの中に挟んで、あとはここに iPad を入れて、はい、こんな感じでね一緒に持ち歩くっていうこともできます。であとはカラーがねいっぱいあるんですよ。僕はね白送ってもらったんですけど、まあ、白以外にもね様々なカラーありましたので、まあ、気になった方はねぜひチェックしてみてください。まあ、これはですねデスクの下の収納に入れてるっていう感じですね。であとはデスクの下にこんな感じでねメモリーカードリーダー取り付けてまして、このメモリーカードリーダーは USB ケーブルでつながってますので、これ取り外すことをできるんですよ。で普段持ち運びたい時は、まあ、この状態で、まあ、この下の白い部分がついてるんですけど、まあ、この状態で持ち運んだりして、でデスクで使うときはこの裏側にね引っかかる部分がありますので、ここにこのケーブルカードリーダーを挿して、こんな感じでデスクの裏側に貼り付けて運用してます。このデスクについている部分は粘着テープになっているんですけど、これ100均でね購入できるのでよかったらチェックしてみてください。キッチンコーナーとかにねあると思います。であとここもね結構お気に入りなんですけど、ここにはねヘッドホンハンガーがあります。このヘッドホンハンガーは、はい、こんな感じでねデスクの足にクランプできるものになってますので、まあ、デスクのねどこにでも取り付けることができます。これもね1000円ぐらいで購入できて、しかもねこの取り付け部分はしっかりとヒノキでできてるんですよね。このヘッドホンハンガーねすごくおすすめです。でそのヘッドホンハンガーに取り付けてるのがこちらのロジクールの G733 っていうゲーミングヘッドセットですね。まあ、これは主にゲームするときにね使用してます。最近ねオーバーウォッチとかにハマってるので、みんなでゲームするときとかねこれ使ってます。普段ねメインで使っている Windows のパソコンですね。これは自作したものになってまして、 CPU が Ryzen 9の 5950X 使ってて、 RTX2080 を使用してます。まあ、スペック的にもね、まあ、十分すぎるぐらいだと思いますし、まあ、動画編集もねある程度できてますので、メインパソコンとしてはね十
分なスペックなんじゃないかなと思います。まあ、強いて言うならね、まあ、グラボをもうちょっとねアップグレードしたいなとは思ってます。であとは右下にねこんな感じでエアコンのリモコンをかけてたり、これも同じくさっきのねメモリーカードで使用していたハンガー使ってます。ここにかけてたり、あとはこちらはデスクの裏側になるんですけど、これをね配線トレイ使用してます。サマダイレクトの配信トレイを使用してまして、この上に適当にねケーブルを置いてるだけなんですけど、すごくねデスク全体がすっきり見えるので、配線トレイ持ってない方はねすごくこれおすすめです。でこれね僕あえて逆向きにつけてます。本来だったらね手前側の部分が浅くてすぐ手がね配線に届くようになっているんですけど、僕はですねデスクの見た目全振りするために配線トレイを逆向きにつけてます。配線整理とかね頻繁にする方はこの今取り付けてる向きと反対向きで取り付けるのがおすすめです。そして反対側の足にもこんな感じでねヘッドホンとあとはガジェットポーチを置いてます。まあ、ガジェットポーチの中身に関してはまた後日ね、まあ、皆さんね気になってたら紹介したいと思います。でこの左側にあるヘッドホンが僕がメインで使っているねゼンハイザーのモメンタム4ワイヤレスというヘッドホンでございます。このねヘッドホンはとにかく音質が良くて、でしかもデバイスとの接続も早いんですよ。でさらに有線でも使用できますので、有線で動画編集したい時とかはこれねずっと使用してます。もうこのヘッドホンはねもう本当に神ですね。音楽聴く時も使えるし作業する時も使えるしっていうところで、このヘッドホンはねもう手放せないものになってます。でさらにその横にはトレイがありまして、専用のトレイに AG03 を取り付けてます。この AG03 に関しては最近ちょっと調子が悪いので新しいものにね買い替えたいなと思ってます。で下のコンセントにはねもういっぱいコンセントが刺さってるので、ちょっとね、まあ、ここは見栄えが悪いですね。まあ、このねコンセント周りの部分もねちょっと今後どうやったらね綺麗に見えるか研究していきたいと思います。ということでデスク全体はこんな感じですね。まあ、急ぎ足でサクサクっと紹介してきたんですけれども、まあ、その横にはねこんな感じでラックも置いています。まあ、このラックに関してはちょっと後日紹介したいので、よかったらねチャンネル登録して待っておいてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は僕のデスク周りをサクサクっとご紹介していきました。今回紹介した商品については全て概要欄にリンク載せておきますので、よかったらチェックしてみてください。で今回ね2022年秋バージョンということで、まあ、かなりサクサクっとご紹介してきたんですけれども、また進化がありましたら冬も紹介したいと思いますので、よかったらねチャンネル登録して動画待っておいてください。でこのデスクのねわからないなっていう部分があったらコメント欄で教えていただければ返信させていただきますので、ぜひぜひコメント欄に書いていってください。あとはね配線整理とかちょっとサクッと紹介したんですけど、まだねわからない部分とかも多いと思いますので、配線整理については後日ねちゃんと動画1本で出したいと思います。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。